イエーイ。あれ？イエーイじゃなかった。イエーイじゃない。イエーイ。ねえ。おお。みなぎってますね。皆さんのやる気がビンビン伝わってきますね。ねえ。今日も。今日は何やかに進めていこうかなと思いますね。毎回毎回ね、健やかにお送りしてもね、まあそれは秋が来る。今日はじゃあちょっとね、まろやかにね、まろやかか軽やかかって言ったら、まあまろやかにお送りしたいなと思うんで、今日もまろやかにニコナイツ。ささね、始まったんじゃないでしょうか。まろやかに、まろやかトークをね、進めていきたいと思います。今日はね、ヘアメイクのカイト君ですね、またいらっしゃったというね、ご挨拶みたいな、なんかもう寄ってない、左寄りになってる、なんかご挨拶はない。ご挨拶ですか。ご挨拶、そう言われてもなんか別になんか別にってことね。なんか別にってことはね、ないでしょ。さあ、始まりましたね。私は結構ね、皆さんどうかわかんないけど、結構寄せカメラの方が寄せに来てくれます。私は結構ですね、エスカレーターの前の人との距離、ダンダンっていうんですかね、あれが結構気になるタイプですね。これなんかちょっと近づきすぎじゃねえかとかね。皆さんどうですかね。やっぱ一段、知らない人だったら一段開けるべきなのかとかね。つっても混んでるとね、詰めないと悪いから。ちょっと気になっては、特にね、女性だったらやっぱり一段開けないとまずいかなとか、なんか盗撮してると思われてるので、ありますからね。ない。いや、基本あれは一段開けますね。ああ、やっぱ基本スタイルは一段開けます。そんなエスカレーターで一段開けないとなんか密着感ありすぎて。混んでもないのにね、爪混んでてもみんな開けてます、ね。いや、混んでたら一段開けないでしょ、きっと。まああれはやっぱり一段開けることになるのかな。まあが常識。気にならない人はね、気にならないかもしれない。ねえ、皆さん開けてますか、エスカレーターの段を。開けてないでしょうね、基本ですからね、エスカレーターの段を開けると。そうね、より一層、ただでさえね、こう盗撮面に見えますからね、私の場合は。盗撮顔っていうんですかね、まあ、あんまね、エスカレーターで近づかないようにしたいですね。ね、本当にそうですよ。エスカレーター問題、いろんな、ね、ことがありますよ、エスカレーター。盗
察と間違われたことはない？盗撮と間違えたことないっすけど、中学の時によくなデパートのなんかエスカレーターの X ゾーンっていうのが、知らないっすよ。 X ゾーンがこっちが上がっていくと向こう下がってくる。 あるよ。ちょうどそこ中学ぐらいみんなでなんか、あ、それは確かに見えない。遊んでました。それはあるね。 X ゾーンは自分が何だね、どっちだ、上がっていくときに見えるんですよ。上がってくる女の子の。でも、対面になるからそんな真面目できない。いや、中学生なんで全然見ちゃうんですよ。後ろからならまだね、あれだけど、こう、うん、うん、こうか。結構意外と大丈夫です。こういうことか。じゃあ別に正面ってわけでもないのか。これは確かにある。これは見えるね。見えます。見えます。パンのね、チラが見えてきてない。パンチラが。パンチラゴールドが。チンチラゴールドっていう、その、チンチラゴールドっていう犬いるよ。チンチラゴールド。チンチラゴールドっていう名前もね、名前ですよね。要はパンチラの反対ね、男性バージョンがチンチラみたいなもんですからね。プラスゴールドまで言っちゃってますからね。もうそれしかないだろうって、ね、なってくる。チンチラゴールド、こういうことになっちゃう。男性バージョンね、チンチラですからね。チンチラゴールド。カイトは職質受けない？夏は受けます。夏は墨がタトゥー入ってるんで、なんかよく受けます。うん、塩回るの時とか大変凄まじく受けました。そんな関係あるか？関係ありますよ。職質ね、皆さんは受けないな。俺といたら逆にそんなことない。俺といた方が職質受けますよね。なんか連鎖反応っていう。いい加減ね。まあしかも今ね、今っていうかこじつけ職質が多いんですよね。この自転車のライト大丈夫、そっから始まって結局その防犯登録のねナンバーを調べるっていうね。結局ただ盗んだと思ってただけだろう。何が自転車のライトに大丈夫、消えかかってないね、気にかけた感じで聞いてきますけど、なんかね、いきなり登録番号を言え切れる方が多いんでしょうね、きっと。なんだお前ね、髪の毛こんなもんでしょ毎回、ね、髪の毛はこんなもん。炭どんなのだ、かわいらしい。全身だもんね。かわいらしいのと、いかついのが入ってます。ああ、かわいさといかつさが交差してる。はい、はいじゃない、交差してる。ドクロが好きです。最初に言ったのはドク、ドクロ、ここ入ってます。、うん、まあ、そのタトゥーのせいでね、豊島園を5分ほどで追い出された。ドクロでドクって言われてる。みんな見たい、みんな見たい。そんなことはどれですか？みんな見たい。おタトゥーね。いや、本当です。あんま言うとすぐ捨てるから言わないですけど、まあ言うとなんだろうな、こう最初はね、ちゃんとこう T シャツ着て入ってたんですけどね、見えないように豊島園に。
ちょっと女の子にちらつかせたらすぐ警備員が飛んできてね、5分で追い出される、うん、っていう事件ね。はい。ありますからね。うん。どうですか今日のまろやかな感じは、うん、まろやかムードはどうですかね。ちょっとテンションかな、低いかもしれないですね。テンション上げていきましょうかね。よっよよ、うん、三浦マイルドさん、これはどうとも言えないですね。先輩ですしね、どうとも言えないですよ。で、なんかモノマネしますよ。なんか言ってみてくれたらね、うん、全然もうモノマネ、ちょっとモノマネしてテンション上げようかな、うん、アンパンマン結構ベタなのきますね、うん、もっとね難易度高いやつでいいんですけど、アンパンマンか。まあ、いいでしょう。まあ、よろしいでしょう。アンパンマンの、までね、うん。全然、アンパンマンの、ものまで。いきますよ。アンパンマンのものまで。くるぶしが痛えな、さっきからもう誰噛んだこれ、バターかこれ、くるぶし噛んだのこれ、あー腑に落ちないねっていうのが、まあ、今のアンパンマンなんですか。今のアンパンマン、あんまね、放送、この回は放送されてないかもしれない、貴重なシーンでしたからね、そういう、そういうシーンもありましたよ、うん、ねえ、モノマネでもしますか、未公開シーン、これで芸人って呼ばれてしまいましたね。申し訳ないですね。まあ一応今のはね、アンパンマンの、うん、72話目かな。なんか、そうですね。他、ドラゴンボールキャラのものまねできないですか？そう、できる。だって、キャラか、人の方がいいんだけどもね。まあ、キャラでも人でも何でもいいですか？で、それだからドラゴンボールの人のキャラってことでしょ？はい、誰でもいいんです。誰でもいいって、うん、誰でもいいって、竜とかでも何でもいいです。竜、あのドラゴンの竜とかでも、なんか人じゃなくても誰でもいいですよ。ああ願いを叶える竜ね、ああ、あれね、願いを叶える竜ならね、まあそうだな、何回かやったね、もう前ですか、うん、もうじゃあ竜か、竜っていうか、あ、違う、あれ神様だよ、あれ神様、神様ね、あれが神様なんですよ、結局違う、神様の作った竜か、うん、ごっちゃになってどっちなんですか、神様なんですか、が作った竜を、それをみんなが最初は神様だって思い込んでたってこと、確かね、そうけど、なんかどんどん進むにね、分かってくるにつれて、結局神様が作ったものだってことになって、あ、シェンロン、シェン、そう、シェンロン、なんでこんな簡単なことを思い出せなかったんですね、うん、いや、じゃあね、シェンロンも、うん、モノマネいきますよ、うん、おー、こんな、アンジェリカよ、おい、アンジェリカ、この野郎、まあ、
な、何時かこの野郎、ほんと。え？なんだアンジェリカ、何、四つ目を言うな。三つまでつくだろ、アンジェリカ、この野郎。アンジェリカ、この野郎。っていう感じですね。これが、苦笑すんのよ。ちょっと酔ってきたかも。すんないですね。これがまあ、チェーンと全然関係ないですよ、モノマネしてんすか。いや、モノマネですよ、うん、いや、だってそうだ、もしね、アンジェリカがこう、ボールを集めたとしたら、まあ、こういう会話にはなってる。モデルですから、モデルというものはね、多くを求めるから、まあ、願い事を4つも5つも言い始めるんですよ。あれ、3つでしょ。そう、3つ、ナメック星の3つですよ、うん、あ、地球のは1つか、はい、あ、いや、まあ1つなのにも1つだと言ってるのにね、4つも5つも答える、まあ、これがね、やっぱりモデルのゆとりというんですかね、うん、モデルゆとり、うん、そういうのが。アンジェリカはモデルなんですよ。アンジェリカモデルじゃない、違う、あ、道端アンジェリカ。それしかねえだろ、何パターンアンジェリカがあるの、うん、それしかないもん、うん、あんま知らないですよ。知らない、モデルの三姉妹。あ、モデル三姉妹、うん、そうですよね、三姉妹ともこうモデルになるためにこう育て上げられてきたみたいな。カリナ三姉妹と同じような感じです。そうなのかね、あっちは自然に可愛かったんだよ。アンジェリカは作り物、アンジェリカ作り物というか、こう親が厳しかったんだよね、確かね、分かんない。だそういうね、やっぱりモデルさんね、まあモデルさんの悪口でも何でもないですけど、モデルさんはちょっと多くを言い過ぎというイメージがありますからね、いろんな願い事を、うん、おっしゃいますから、いろんな指図と言いますけどね。だからまあ、シェンロンが出てくると、こういう会話になってしまったということになりますよね。じゃがいもの物まね。おー。いや、できます。っていうかまあ、そうですね。5回ぐらいやったかな、じゃがいも。うん。市民プールで何回か。やらせてもらったジャガイモのモノマネをリクエストで、まあやったことはあります。うん、ジャガイモのモノマネ。それ本当に見たいんですかね。うん、あんまりちょっと笑いにはつながらない、本当のモノマネすぎて、ジャガイモの場合はね。本物思考すぎたものまでだから、あんま笑いには繋がらないかもしれないですけども、まあ一応じゃあジャガイモのものまね、いや、やりましょうか、うん、ね、見たい見たいというのならジャガイモのものまねいきます。うん、たまには時にはさ、たまにはというか時にはすりおろしてみる気になってもいいんじゃないかなってすげえ思っているんだよね。本当になんかね、すりおろしてみる気はないのかね、みんな。本当だね、まあ時にはね、すりおろしてみたってね、でんぷん出ると思うんだよね。どう、何回か5回ぐらいやったことありますね、うんうん、まああんま似てないってね言われます。大げさだってよく言われますけど、うん、ちょっと大げさにやりすぎじゃないっていうのはよく言われますね。ちょっとそれはね、モノマネですから、おひれはひれはつけてやっちゃいます。ちょっとまあ大げさだったかもしれないけど、まあちょっと本物思考のね、モノマネだったと、ね、寝てるでしょ。いやいやいや、
俺の表情に受けるわとか言う。そりゃそうだよ。俺がねえ、なんその目損一刻みたいな顔して本当に。目損一刻みたいな顔って。うん、全然そんなことないんだけど。どんな顔？要は深刻そうな顔ってことだよ。いやいや別に何も深刻じゃないですよ。何にも別にね。メゾン深刻みたいな顔になってるってことね。寝起きの顔です。さっき起きたばっかり。あ、ね、ただの寝起きか。それはメゾン一刻みたいになるわ。メゾン一刻知らないの？知っても名前は知ってます。うん、あ、まあでも皆さん知らないですよね、きっとね。もう古すぎるか、あのアニメは、うん、ちょっと古すぎますね、メゾン一刻というアニメは。だいぶ古いな。でもランマ2分の1とかの作者ですよね、確かね、うん、頭ジャガイモに似てますよね。ジャガイモにね、赤いレッドの要素ないでしょ、ジャガイモに。だいぶジャガイモでね、誰かを殴った時ぐらいですね。こんなテンションを上げないと。フォルさん、また髪の毛やったんですか？いや、それはやる。それは月に1回か2回はやる。前よりなんか頻度上がってますね。いや、じゃないとね、髪伸びかけの坊主が一番なんかね、みすぼらしいでしょ。ですよね。なんかちょっと伸びた坊主って一番みすぼらしい。なんかちょい伸び、長くもなく、短髪とも言わず、ああなんか多分坊主伸びただけだなっていうのが一番ね、みすぼらしいですよ、ね。うん、王様ってたまにその辺に転がってるよね。それもでもよく言われますね。その辺、道端によく転がってるよねって。でまあだからそういう面も含めてよくこう、アンジェリカ状態ですよねって言われますね。なんかアンジェリカ状態ですよね。アンジェリカライフ送ってますよね。すごい。まあそういう言われ方、アンケートに書かれることは多いですよね。まあそういうとこから来てるのかもしれない。よく気づきますよね。実際よく普通にアンジェリカライフって言われてますねとか言ってるんですけど、絶対誰もわからないです。そんな、俺もわかんないです。アンジェリカライフ。いやだから道端に転がってるよねって思う。ああそう、うん、いやそれは分かるでしょ大体。道端に転がってること大体ね、アンジェリカ状態とかよく言うから。あ、なんか、うん、知らん。言う。だから酔って歌舞伎町だとよくあるでしょ、この酔ってマックの前とかで、こんな、あ、マックもないか、ドンキー近くにこうやって転がってる。あれをアンジェリカ状態。あ、言うかも。言うかもじゃねえ。言うかも、うん。まあでも、言うよ。まあ大体そうだね。酔って、ね、道で酔って潰れてる人に言うことかな。うん、アンジェリカ状態っていうの。六本木でもよく見かけます。あ、コンビニの前で？あ、コンビニの六本木でも。ああ、六本木なんてもう、アンジェリカシティみたいなもんだね。あのクラブが多いね、クラブ帰り。ああそうだよ、クラブ。渋谷もそうだけどね。渋谷もそう。アンジェリカナイトじゃん、あんなもん。アンジェリカナイトでアンジェリカミュージックをみんな聴いてるから、そんなのがね、出たらすぐアンジェリカ状態になるわ。時間の問題だよ。アンジェリカ状態を求めに来てんだもん。アンジェリカミュージックが流れてるって知ってて行ってんだからね。アンジェリカミュージックってなんですか？いやそれはだってもうその後アンジェリカ状態になるのが分かってるようなアンジェリカミュージックだよね、うん、で、そんなアンジェリカミュージックを聴きながらアンジェリカドリンク飲んで、そりゃね、アンジェリカの事情だからね。それはしかもアンジェリカナイト、アンジェリカシティで何乗されてるんだという、うん、ああそりゃ出るや否やアンジェリカ状態になるよ、うん、
なるんです。ああいう転がってる状態をね言うと思いますよ、うん、町ぐるみですね。カイト君は何状態？いや、そこ引っ張る。これを何拾ってほしくなかった。メニューは入ってたけども拾ってほしくなかった。別にどっちでもいいかな。カイトはね、何状態っていうか、何状態って言えばもう何て言うね、状態ではないんですけども、死亡推定時刻みたいな。いやいや、なんなおかしいっしょ。全然パワーみなぎってんない。いや別に時刻時刻のことを言う、死亡推定時刻だから。それな、別に死にって言ってるわけじゃない。死ぬ前みたいな感じ。もう死ぬ前みたいな感じじゃないですか。じゃあ死亡推定時刻っていうのは、だいたいこの人何時に死んだんだろうという時刻のことだから。もうすでに死んでる状態ですか。違う違う、それはネガティブ。それは悪くという。普通にとってはそんな感じです。いや死亡推定状態だから、ね。死亡推定時刻状態っていうことは。パワーどこにあるんだよとか。だからそういう状態だから、うん、何時に死んだんだろうっていうことを推測しての時間で、だから結局その時を動かす人間ということになってるね。時空を操るっていうか、うん、そういうことになってる。常にこう一皮むけていく、生まれ変わりかのように、もう昨日の回とはもう死んだみたいな、はい、そういう意味で、それしかないです。それがもう死亡推定時刻、常に新しい状態。そう、常にステップアップみたいな感じだ。そうだ、もう昨日の俺は死んだと、でまた次の日はまた昨日の俺は死んだ。なんじゃあいつ死んだ、死亡推定時刻はいつなんだということになってくるわけですね。そうでしょ、うん、そういうこと。そんな、そりゃね、日々生まれ変わってたらそりゃパワーみなぎるよ。生まれたてみたいなもんだもんね。こうやってまったりしてるように見えてパワーはみなぎあるから、ね、今日起きたてってことは要は生まれたてみたいなことになるわけだよ、ある意味ね。そうそう言われるか、そうかな。生まれたてみたいなパワーをみなぎらせる、それいいことだね。皆さんもね、そういう感じで人生を謳歌することもいいと思う、ね、明日はまた生まれ変わるんだ、自分は自分だけだ、ちょっと生まれたての気分をね、一日目覚めたらちょっと新鮮かもしれないですね。いいことを言うじゃん。いや、カオルさんが言ったんです。いいこと。生まれたての1日で月に1回そういう日を作ってみてもいいかもしれないですね。ちょっと自分が生まれたての演技をして自分をもう騙すというね。生まれたてに生まれたててみよう、ね、日を作った方がいいかも。今日は生まれたててみよう。赤ちゃんプレイってことではない。あ、早いな、残り10分が下ネタコーナーだって言ったのにもう早いな、うん、まだ30分も経ってない、うん、また下にね持ってきたから赤ちゃんプレイね、まあ、赤ちゃんプレイってことでもいいでしょう。その生まれたてですから、例えばね、彼女さんと、ね、営みが始まる時も生まれたてですから何も分かんないですから、それは大いに甘えてもらってもいいですよ、うん、でもこういう日だから何日はと彼女さんに言っておけば、まあ、彼女さんも納得ですね。彼女さんのこうスケジュールにね入れといて書いといてもらえれば、前もって事前に言っとけば、まあ彼女さんもね別に引け目を感じる、ね、たじたじすることなく
え、何どうすればいいの、どう、え、何やり方が分かんない、まずなんでこんな行為をするの、何のために、あ、でもなんか気持ちいいね、ある、どこ、何これどこに、なんかどうすんの、入れるの、これな、どこに入れるの、ね、カムさん赤ちゃんプレイやったことあるんですか。いや、ないよ。ありそうっすかね、もしかして。いや、この面でありそうなことはないでしょ。やってほしい。やってほしい。衝撃の動画になってた。まあ、何が楽しいか、なんだろう、でもなんかイメージではあれですよね、やっぱ社長さんとかにそういうプレーをなさる方が多いイメージがありますよね。でしょ？はい、SM とか、SM もそう。そっちにしろ。まあ、そういう方向に行く方っていうのは、大体、もう飽きたんじゃないでしょうかね。その、普通の女性に。だからもう一通りもう、ね、普通の女性をやり尽くした人が行く、ね、高望みの高いところにあるんじゃない、望みの高いところに、望みの高いとは言わないけどね、もう社長さんとか多いですよね、会長さんとか、まあ言ったらもう売れっ子芸能人とかねに多いイメージがあります。ってことはやっぱもうある程度遊んだ後でしょうね、そういう望みに達するのは。そうなるとね、私なんてまだまだそんな遊び足りないですから、そんな抱いてないですからね、まだまだ抱き足りない、まだそんな高いレベルまではいかないですよ。その辺の社長よりもカオルさんの方が今までいろんなことやってきたっぽいっすね。歌舞伎町十何年で。どうなんすか、お前は何爆弾やろうなんで、いろん、まあ、やった数はあるかもしんないけども、その触れないように関しては普通だよ。そう、普通であってほしくないっすね。いや、なんで俺が変態プレイをしなきゃいけない、うん、まずオナニーの仕方がトイレの溝でやるんですよ。まあオナニーに関してはね、オナニーってあんまり G 行為に関してはね、うん、それがあれなんで普通であってほしくない。あんまそうだな、あんままだそこまで興味がいかないかな、うん、まあどういったね種類、変態プレイの種類があるかわかんないですけど、まあじゃあ一回種類を挙げてどれならやってみたいかなっていうのを、まあ、ちょっと検証したいですね。じゃあちょっと CM 行く前で皆さんちょっと変態プレイの種類を考えておいてください。それをまあちょっとコメントしてもらって、まあ、どれならやりたいかなというのをちょっと自分でもね、あんま考えたことがないんで、検証して、検証っていうか、そうだね、自分でも知っときたいな。CM ちゃん。
ね、さあ皆さん変態変態プレイどっからどこまでをね変態プレイというのか、まずはじゃあだって SM でしょ、まあさっき出ました赤ちゃんプレイ、あと何アナル、まあ、あんまねはっきりアヌス、アヌスの神、あと何が赤ちゃん言ったし、SM、アナル、アヌス、赤ちゃん、そんぐらいか。あとでもなんか首を絞めるとかありますよね。まあ SM の S か M かどっちかってことになりますね。そうなると、うん、SM の S と M を分ければいい。目ん玉舐めるとか。いやー超気持ちいい、聞いたことあるけど、それは何、舐められた方が気持ちいいってこと、うん、それだったらじゃあ女子の話になってくる、女子側がその白目を舐められた方が気持ちいいってことでしょ、まあどっちでもいいですね。いや舐める方が気持ちいいってことはない。いやいや、だから女が男なんだ。ああ男がねなるほど。まあじゃあそれは何に入るんだろうね。まあじゃあいろんなところを舐める。目ん玉気持ちいいらしいですね。気持ちいいわけないだろあんなもん。ねえ。そんなんニラとか食った後だったらどうすんの、ね、なんかしら、まあニラだったら逆に目にいいかもしれないけども、なんかニラのエキスは目に良さそうだけど。そんなん辛い七味ぶっかけたもん食ったら死だよ。その女子がまず辛いもの好きかどうかにかかっ、舐める方から辛何七味を食べた後、いやいや辛いもの好きだったら半端ないですよそんなの。目ん玉にどういう影響あるんですか。いやいや僕結構ハードコンタクトなんですけども、よくゴミが入るとね、口で洗ってすぐ目に入れるんですけど、これをねもう辛いの七味ぶっかけたのを忘れてた時にそれやった時はもう死だったよマジで。もう声の出る「ザクヤー!」ってなるよ。痛風ぐらい痛かったよ。目開けらんないよ。その後もなんかもう泣きすぎで片目だけ半分ぐらいだったね、うん、今時は、あ、そう、ハードってどんどんなくなっていきますよね。肩身の狭い感じになって。カロさんハードコンタクト、カロさんコンタクトだったんですね。もう中学校の頃にソフトがダメだったのかな、なんかハードがなんかね逆に心地よいというか、あ、じゃあソフトがクソめんどくさかった時代だったの俺の時は。あの煮沸みたいなコンセントに挿して、知らないでしょ。だって俺昔目良かったです。いや昔はねめんどくさかったんですね。ソフトなんてもう取って毎日コンセントに挿して、今でいうスマホぐらいの頻度で充電しなきゃいけない。充電っていうか、まあ、コンタクトの場合は煮沸っていうの、なんか煮て煮るんですか。そう、なんか汚れを取る。いやいや、いつの時代だよ。多分もう20年ぐらい前ですよね。その時のソフト、その時にもコンタクトにしましたから、そのソフトのね煩わしさが嫌でハードにしましたね。そっからもうずっとハード。ハードはね、だって結構僕半年ぐらい外さないですからね。半年、いやだから
あのコンタクトしてるのに気づかなかったと思うんですよ。全然知らん、うん、だから外さないもん。半年つけっぱ、割れるまでつけっぱだからね、うん、たまに洗うときに割れたら交換ぐらいの。えって言ってもだってあのコンタクトまたじゃあ割れましたって半年つけて、まあ、もう1年とかつけてるときもありますし、でもハードって空気通しやすいんですよ、その分ソフトよりも全然空気が通しやすいから、ハードだからできることだと思う。で、買い替えるときに医者に行くでしょ、絶対眼科受けるじゃないですか。で、その時に別に何も言われない、あなたつけっぱなしにしてたでしょとも言われないってことは平気ってことだ。医者結構適当っすか、気をつけてます。いや、まあ適当って言ってもさすがにこうやってこんなんでこうやって見ててこうぐいぐいこうやってやられて、ね、なんかあの飛行機見てくださいっつって奥の飛行機見てたら急にプンって言ってた。やられない？やべ、空気砲みたいな変なの飛行機を見てくださいでこうやって真面目に見たら空気砲みたいなプッってコンタクト入れたことはないっす。あ、ない、はい、なんで話を振ってきたの？知らなかったんで聞いたんですね。コンタクトしてないの？はい。なんだ、まあ、そんな悪くもないですよ。最近ちょっと悪いですよ、ね、でもやられますよね、コンタクトの方ね。空気砲みたいな、なんか奥の飛行機みたいな急にやられる、うん、そうです。だから医者が見ていや、うん、つけすぎだよみたいな何も言われないってことは、まあ、何の影響も出てないってこと。結構、ね、ソフトで面倒くさがってる人はハードに変えた方がいいと思いますけどね、うん、半年1年つけっぱでいいって結構楽ですよ。レーシックより楽かもしれないですね。あとあんなハードなんて1枚1万ぐらいですからね、ソフトよりも逆に安上がりなんじゃないですか。ワンデーアキビューとかいうのもね、うん、お前よくよくなんか痛い痛い目がコンタクト取らないと朝方痛いとか言ってるのはハードだ。それはソフトの人、つけたまんま寝ちゃうと痛いのはソフトの人、ハードは関係ない、痛くないです、うん、なんもない。そうそうそう、だから結構本当にハードの需要がね、どんどん狭まってきてるみたいですけど、そのうちハードなくなるんじゃないかとヒヤヒヤしますけど、ね、でもね、本当いいですよ。こんな回、僕なんてね、本当ソフトにもうしたくないですからね、あんな煩わしそうな、うん、ね、毎回外してつけて外してつけて1年平気なんですよ。1年っていうか多分ずっと平気ですよ。たまに割れるから変えるだけでね、うん、そうですね。だから本当なくなる、そのね、ハードがなくなる恐怖とやっぱこの携帯のねガラケーのこのポケベル打ちがなくなる恐怖っていうのは毎年ちょっと思いますよね。やっぱ古い人間すぎてどんどん古いものが排除されてきますから、ハードは痛くな、あ、でもね、ハードもやっぱりゴミが入ると、急激に痛いですよね、うんうん。私は、スケッパーですね、本当に。半年とか1年スケッパーです。全然、大丈夫。しかも、ハードだと、超強力な、洗浄液があってそれに耐えることができるのがハードだけなんですよね。もう新品かのように生き返る液があって、まあ、それを半年に1回ぐらいやると常に新品の状態を保てるんですね。すごい液があるんですよ、洗浄液すごい寝てたでしょ。いや寝てないです全部可愛らしいなんかにつけてます、ね、可愛らしくないじゃん。可愛らしいお姫様やるような感じ、色がってことね。
色が可愛らしい。なんかこれはなんかイエス様ですか。え？なんかマリア様じゃないですか。で、まあ、それ、あ、後でいいよ、それ。今、ずいぶん個人的な。いや、でもみんな、カオルさんがなんどういうこんな誰も見えてないからね。気にしてるかもしれない。見えてないから、ね。何の？コンタクト、そのカードを洗う専用の超強力なやつって、あのコンタクトケースあるでしょ。コンタクトケースでやんないでくださいって書いてある。コンタクトケースが溶けるから、すごくないですかこれ。普通のコンタクトケースだとその液でなんかちょっと溶けるから、専用のちょっと強力なやつでつけてください。コンタクトそれぐらい強力なやつ。まあ俺が乗せられてそのねケースを買わされてるだけかもしれないけど、もうなんかごっついケース、まあそんなん言っても1000円ぐらい。まあそれと大体セットで超強力。それで洗った後なんてもうね30分ぐらい洗わないともう痛いから、七味以上痛いから、よっぽど強力なやつなんだろうね。でももうほんと買った時の状態に戻りますね。新品同様になるから、それを半年に1回やればいいだけだからね。だいぶハードを進めてるけどね。え、ほんとはレーシックやりたいんですよね。レーシック詐欺みたいのがあるからね、あんなん10万とか言ってて、僕も行きましたよ、レーシック。10万、8万とか言ってるから。行ったとこ、寝てるでしょ。いやいやいや、寝てないですよ。行ったところで結局ね、行ってもね、あの検査に結構時間かかるんですよね、1時間ぐらい。ああだこうだやって、で結局先生とお話って時に、あなたの場合は、50万ぐらいかかっちゃいますってことを言われるんですね。でそうなるとちょっと1時間かけて検査したし、なんかやっちゃおうかなって気になっちゃうんですね。それはもうレーシック詐欺ですよ。なんかそうそう、50万なんかかしらこの理由をつけて、その膜が薄いとか、要はあれってなんか膜を削るんですよね、目の。それでピントを合わせるみたいな。で、なんかあなたはちょっと目が膜が薄いとか、なん黒目がでかいとか、あとまあ乱視が入ってるとか、まあなんだかんだ結局プラスされて合計50万になりますみたいなことを言ってくる。でちょっと、いや、まあでもこんだけ1時間検査したしなっていう気になってしまうんですよね。だからこれが僕の場合50万だったから、もうあまりにも10万って聞いてたのと、あまりにも差がありすぎて跳ねのけたけども、これがもし18万とかだったら結構みんなやってると思いますよ。で1時間検査して、もうあレーシックで生まれ変わるんだと思い込んでるところに、その値段、まあ、ちょっと8万足されたぐらいを出されて、まあいっかってなっちゃいますよきっとみんな。ね、なんかメガネかけさせられるんですよね、あのコンタクトの時って。ダサいメガネみたいな、視力計算何歩か、視力が何歩か測る時にね。でなんか結構このレーシック手術した後って、このメガネをかけてすごい見える状態、これが裸眼になるんですよ、裸眼でこういう世界になるんですよみたいなことにまた言ってくるんですよ。ああそう、こんな素晴らしい世界だ、裸眼でこんなくっきり見える世界を味わえるんだみたいに、そういう気にさせるんですね。させておいて8万プラスしたところでちょっとみんなやっちゃうだろうというところがあるんですね。語りすぎたかな、語りすぎようだったかな、今ね語りすぎようでしたか、あんま共感してくんないみたいなね。あんま共感してくんないみたいだから、
CM ちゃん海外進出巨大プロジェクトパイオニアの中のさらにパイオニア、そうだね、俺がその顔で先駆者というかパイオニア、ベストオブパイオニア、何やるんですかね、パイオニア冬月グループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント、ええリュウラさんのポケットマネーから、いやいや、そうやないから、下ネタトークって決めてたんですよ。だから皆さんどんどんもうねはぁって言ったぞ。え誰か、はぁって言ってないっすど、しもネタトークね行きたいと思います。残り10分はねどしもネタって決まってるんで、うん、そうですね。だから皆さんねどうなんですけどね、飲むのって平気なんですかね、皆さん、女子の方。飲むのって、いや、まあ、いやいや飲んでるのか。うん、いやいや飲んでる、まあ、AV とか見てると味を聞くやつとかいて、美味しいわけがないですけどね。どういう思いで飲んでるのかなという気がしますけどね。好きですか、好きというか、だってその口で出す機会がないですよね、だって、うん、口で出すってことは口で行くってことですからね、うん、そんな機会がまずないですよね。口に出すという行為もあんまねえ、そこまで結構な距離がありますよ、その下の口から上の口まで。ここまで慌ててこうなんか膝で小走りしてる姿もちょっと滑稽ですよね、うん、なんか膝で 2,3 分歩かなきゃいけないじゃん、ね、ケニーみたいな、ケニー、ケニー知らないか、ケニーってなんですか、まああんまねそういう人の名前あれですケニーじゃないか、いやなんか膝でこうパパパパッつってやんなきゃ いけないでしょ。でも口に出すのはなんかいいっすね。何よ、なんか興奮、お前ドスケベやろうじゃん。ハハハハじゃなくて、なんか口に出すのは好きな男は多いっすよ。へへ自分何好きな男の話、自分の話してたんですよ。いいっすね、言ったじゃん。なんかイラマッチョだ、イマラッチョ。いや何もう何をぶっこんできてん、面白いっすよね。いや面白いっすよ、面白いっすよ。イマラッチョなんですか、イラマッチョ。そんな大声で言わない。まあ、今ラチオだろうけど、なのかイラーマチオなのかどっちなのか今ラチオだ、今ラチオ、うん、まあ、なんなんですか、まあ、デスピサロみたいに言ってるけど、まあ、今ラチオいいと思います、いいと思います、楽しい、楽しくはないよ、だってやってる側は苦しいわけだからね、あ、やられてる側、あんな結構おえつの出るラインだと、わーってなるよね、俺はそうだよ、だって喉に指突っ込んでるとしたら、うん、指よりも指の数倍太いものが入ってるから、あんなの慣れないと無理でしょ、無理だし、その気持ちいいことはないでしょ、別に喉だからってやられてる方って、そのさせてる感がいいってことじゃん、やってる方は気持ちいいかもしれないです、
いや、気持ち、口も喉も一緒でしょ、そんなもんね。なんで俺がカイトを今ラッチをしなきゃ。何やねん、もう今日一番笑ってる。いやいやいや、何が、俺がカイトの今ラッチをする。いやいやいや、もう想像してそんな高笑いしてる。そんなこと想像してないんですけど。いや、男同士、マリリン・マーソンとかは男同士でフェラとかやってますね。あと何マラソン、マリリン・マーソンっていうバンドマンがいるんです、海外に。は男にフェラさせたり自分もしてみたり、あげくの果てに、ね、そう、ライブ上、あげくの果てには動物のマンコに入れてみたり、すごいんですよ。それはまあ、タトゥーのパフォーマンスみたいなの。パフォーマンスっていうか実際やってます。でもまあ実際タトゥーね、あのタトゥーがキスするようなパフォーマンスとしてでしょ。別に楽屋でやってるわけじゃない。あ、でもそっちの毛もあるかもしれない。ノリノリだったよ。ノリノリじゃないっす。急に。いや別にそうでもないっす。いや、そんなことないじゃん。今ラジオというフレーズは自分が出してきたんだからね。今ラじゃん。いやいや、10分間下ネタっていうのをやってみようか。今ラなの。今ラですか、カオス。なんで俺に言うんだよ。今ラはだから、あんまそんな。今ラは意外と多いかもしれない。どうなんだろうね。何が気持ちいいのか。ほら、もうの、もうこれ1分になってしまったよ、これ。お、早っ。今リストのカイト君。でも結構多分好きな人は多いと思います。いや気持ちよくないでしょ。気持ちよくないというか変わんないと思う。口の方がだって、唇の方が調節が効くわけで、喉ってもうこの喉の太さしか効かないわけだから。そうっすか、うん、なんかねえ、そうだね。そうですね、今日はちょっといい発見、カイト君がイマラだということに。いや、俺はイマラッチョなのかイラマッチョなのか聞きたかったんですよ。どっちなのか。でも、多分気持ちいいことはネットでね、調べる。ああ、もう10秒経ってしまいましたよ、本当に。こんな、最後の最後、イマラッチョの話でね、イマラ話で。また来週。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で。この番組は野良のスポンサーの提供でお送りしました。